地元北海道の大森圭一選手です。決勝戦どういったレースをしていきましょう。初日も連携した佐藤さんの番手で頑張りたいと思います。メッセージをお願いします。精一杯食い込むように全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。オランダのテオ・ボス選手です。決勝戦どういったレースをしていきましょうか。トゥルーマンが先行で行くんで彼の後をついていくようにして、で日本人選手も積極的に攻めてくるんで簡単なレースにはならないと思いますが、ベストを尽くしたいと思います。明日頑張ります。よろしくお願いします。熊本の新井秀明選手です。さあ今回決勝どういったレースをしていきますか。そうですね、今日もお世話になった吉本君についていきたいと思います。では最後にメッセージをお願いします。そうですね、しっかり優勝を目指して頑張るんで応援してください。岡山の月森亮介選手です。決勝はどういったレースをしていきましょう。短期なんですけど積極的に動いて前々で一発狙います。車検に貢献できるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。イギリスのジョセフ・トルーマン選手です。決勝戦どういったレースをしていきますか。先行まくりがやはり効いているので明日もその先方で攻めたいと思います。日本のファンの前で優勝も狙いたいですね。日本での優勝というのは常に狙っているので頑張りたいと思います。明日頑張ります。ありがとうございます。秋田の佐藤智也選手です。決勝はどういったレースをしていきましょうか。いつも通り自力で頑張りたいと思います。外人勢と吉本君が強いんですけども、できるだけ抵抗して、大森君と一緒にいい着取れるように頑張ります。静岡の新田康人選手です。今回の決勝はどういったレースをしていきますか。初日同様外国人勢の3番手を回ります。前をしっかり追っていきたいですね。しっかり食らいついて車検に絡めるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。栃木の矢野正彦選手です。決勝どういったレースをしていきますか。短期なんですけどなんとか自力で活路を見出して確定版乗れるように頑張りたいと思います。メッセージをお願いします。明日も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。福岡の吉本拓二選手です。決勝戦どういったレースをしていきましょうか。外国人勢がすごい強いんでそこを意識しながらしっかり走りたいなと思います。メッセージをお願いします。最終日しっかり頑張ります。応援よろしくお願いします。向こう上面のゲートから9選手 S 級の決勝メンバーが登場です。北海道の函館競輪場、5月の8日今日は火曜日、ナイター F1 戦の最終日になりますが、第13回藤巻兄弟杯争奪戦、日本明輪会カップスポーツ報知杯、そのラスト S 級決勝戦です。決勝メンバー9人が今ちょうどバンクの中央通路を通ってスタート地点に今集まってきています。バンク上気温が7度、冷え込んでいますが熱いレースになっていくでしょうか。さあ S 級決勝です。第11レース対戦メンバーをご紹介いたします。1番地元北海道の大森圭一、2番オランダのテオ・ボス、3番熊本の新井秀明、4番岡山の月森亮介、5番イギリスのジョセフ・トルーマン、6番秋田の佐藤智也、7番静岡の新田康人、8番栃木の矢野正彦、9番福岡の吉本拓二、以上のメンバーの対戦です。距離2025メートル、バンク5周、先頭誘導員は斉藤明選手です。発送いたします。さあ各選手構えてきます。号砲が鳴りました。第11レース S 級決勝戦今スタートです。まずは2番のテオ・ボス、ボスが前に出ていきました。そして1番の大森圭一です。
5番がジョセフ・トルーマン、7番の新田康人が続いています。あとは4番の月森亮介、そして9番の吉本拓司です。後ろは3番新井秀明、あとは6番車佐藤智也、佐藤が上がっていくでしょうか。1番後ろからは8番矢野正彦です。これからレースは2周回目に入っていきます。さあ決勝ですが、まず前から5番のトルーマンが行くようです。今後の躍進さらに期待できそうなイギリスの21歳、連日選ばれた世界の足を見せております。その後ろ番手を回っていくのが2番オランダのテオボス34歳。さあ今シリーズの完全優勝へ、今日もこのボスに人気が集まっています。3番手追走が7番の新田康人、この人も実力者、前走広島では久々に優勝していました。ここライン3人です。中段からは6番の佐藤智也、ここまでは3着3着、後ろが1番の大森圭一、この地元 F1 戦で結果を残せるかどうか、残り3周を切ります。あとは4番の月森亮介です。縦横なかなかしぶとい101期の月森、短期の競争になっています。後ろからは9番の吉本拓司、日本勢の期待はこの人という感じなんですが、どう動いていきますか。福岡吉本拓司、後ろは今日も3番の新井秀明です。九州の2人、後ろからは8番の矢野正彦、ここは短期で前を追っていくという競争になります。まずは九州勢動いてきています。9番吉本と3番の新井、一旦引いたのは5番のトルーマン、2番のボス、残り2周を切ります。さあ日本勢が前に行きまして、今トルーマンボスは後方から前の様子を見て一気に出ていくでしょうか。打掌前にコーナーを過ぎていきます。今前段九州勢後ろを気にしています。さあ打掌です。11レース S 級の決勝戦のジャンが鳴っています。前は9番の吉本ですが、一気にもう来ました5番のジョセフ・トルーマン、ここは打掌の4コーナーかましていきます。前踏んでいくのは九州勢、吉本と新井が応戦しますけども、並んでくる5番のトルーマンです。追って2番のテオボス、最終2コーナーへ、ここは一気にここは前迫ってきましたが、9番吉本も頑張っている。最終バックです。ここで前変わった5番のトルーマンです。追って2番はテオボス、あともつれて3番手以降、混戦から3番の新井切り替えていって5番のトルーマン、2番のボス、追って3番新井、3番手直線コース、最後は2番のオランダテオボスが優勝です。ゴール、あと接戦、2番手以降はどうか。粘るトルーマンに迫った3番車新井秀明、差し込んできました。勝ったのはオランダのテオボス、しっかりと人気に応えたようです。3連勝完全部位はオランダのテオボスでした。トルーマンがまくり切って直線先頭を乗ったのがボス、しっかりと追い込んだようです。最後は3番新井もいい足できたんですが、新井秀明どうでしょうか。トルーマンとの勝負になりました。直線最後ゴール前のシーンですが、2番のテオボス優勝、そして踏ん張る5番はジョセフ・トルーマン、最後は3番新井もいい感じできたんですが、ここは届かずという感じでしょうか。2番5番ボス・トルーマンの2人、3着最後際どく迫ったんですが、3番車は新井秀明。11レースの S 級の決勝戦が終了しています。今年で13回目の藤巻兄弟杯、オランダの選手ボス優勝となった模様です。この後の決定放送まではもうしばらくお待ちください。今シリーズ3日間、全レースが終了しまして、この後は決定放送を待つということですが、 S 級決勝11レースが終了しました。2番のテオボス、5番ジョセフ・トルーマン、さあ放送が入ります。決定、1着2番テオボス、2着5番ジョセフ・トルーマン、3着3番新井秀明。さあサインをして幕手ですよかね、これからステージに向かうというボス選手では、この後は優勝インタビュー表彰式をどうぞご覧ください。明倫会カップ第13回藤巻兄弟杯争奪戦
スポーツ報知杯を制しましたテオボス選手です。それではお話を伺っていきたいと思います。完全優勝おめでとうございます。 Congratulations on a final win. ありがとうございます。Very happy with my first win this season. 今シーズン初勝利で、とても喜んでいます。はい、今シーズン初勝利でしたが、昨年度はなんと8回も優勝を飾っているそうですが、Last season you won 8 races? Yeah, I think so. Yeah, not sure. よく覚えてないんですが、それぐらいだったと思います。はい、たくさんの優勝を決めてきましたが、今回もね、スタートは完全優勝ということで、今のレースですが、振り返ってみまして、ゴール前しっかりと決められましたが、自信はありましたか？So looking back at this race, at the last moment, did you have a confidence in this race? Yeah, today I felt good. When I woke up, I felt like my legs were the best of the 3 days here. And yeah, I followed Joe Truman, and yeah, he looked also really strong the previous days. So I knew I had to follow him, and today he did a really good job. Really, he was really strong. And in the last corner, I felt I still had some energy left to pass him. 朝起きた時から調子良くて、足のコンディションは、この3日間で一番良かったです。で、トルーマン選手が、相当いい走りをしていて、昨日から調子良くて、彼の後をついていって、彼も非常にいい仕事をしました。それで最終コーナーでもまだエネルギーが残っていたので、行くことができました。はい、ボス選手自身本当に強いなって周りの人から言われてると思うんですが、ご自身的にどこが強いと思ってますか？ So I know everybody tells you that you're strong, but like what's from your own personal perspective, what's your strong point like for you? I think my strong point is I can start the race really early, so make a really long sprint.And for me, I always have a little bit energy left in the last straight, even if I go really early and make it a long sprint. 耐久力があるので、スプリントに入ってからも長い間トップスピードで走ることができる。そこが僕の強みだと思っています。はい、函館ナイター競輪走っての印象を教えてください。So your first time in Hakodate, what was your impression on this track?Yeah, it was really good. First time for me in this in Hokkaido, and yeah, it's really cold. But I'm from Holland, so I'm really kind of used to cycle in the cold. So it was no problem for me. 北海道に来たこと、来たのが初めてだったので、寒さには少し驚きましたが、僕の、国の、オランダも非常に寒いところで、そこには対応することができました。はい、それでは最後にファンの皆様へもう一言お願いできますか？ Message to your fans? Yeah, thanks everybody for cheering today. I'm really happy with the win and hopefully see you next year again. たくさんの応援ありがとうございました。また来年皆さんにお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。それでは表彰式に移ります。はじめに日本名輪会会長井上重則様より名輪会カップの贈呈です。ハロー my friend welcome to 函館 thank you チャンピオンシップ congratulations thank you ありがとうおめでとうございます。続きまして報知新聞社北海道支局長石井睦美様より報知新聞社賞といたしまして賞状および副賞の贈呈です。賞状優勝テオボス殿、あなたは平成30年度市営函館競輪第3回の第13回スポーツ報知藤巻兄弟杯争奪戦において当初の成績を収められましたのでここに表彰します。平成30年5月8日報知新聞社。おめでとうございます。副賞の贈呈です。おめでとうございます。
続きまして函館競輪開催執務委員長林樹里より優勝カップ及び副賞の贈呈です。表彰状優勝テオボス様、あなたは平成30年度市営函館競輪第3回前節 S 級優勝戦日本名輪会カップ第13回藤巻兄弟杯争奪戦において当初の成績を収められましたので、この栄誉をたたえこれを称します。平成30年5月8日函館市長工藤俊樹。おめでとうございます。優勝カップが贈呈されます。おめでとうございます。副賞の贈呈です。おめでとうございます。続きまして藤巻昇様より藤巻兄弟杯レーサーオブジェを贈呈していただきます。お願いいたします。さあ、この時間は場内のステージで表彰式、いよいよ藤巻さんからのオブジェの贈呈です。これがあの噂の自転車のフレームを模したという鮮やかなオブジェなんですが、ボス選手にこれから授与されます。おめでとうございます。今年13回目藤巻兄弟杯、優勝はオランダテオボス選手、その表彰式の様子をご紹介しました。